い、どうもこんにちは、ゲンリンギルドです。はい、どうもはい、はい、というわけで、本日も、原神の動画を撮っていくんですけども、はい、ちょっと前に上げた原神の動画に、はい、効率のいい、金策方法、うん、モラですね、この世界でいう、うん、はい、を集めるにはどうしたらいいですかという質問があったので、それを、まあ、一応小池と、西沢は世界ランク4、はい、そしてエリック・ニコラスはもう世界ランク5と、うん、はい、いうことで、もうある程度このゲームプレイしてますので、はい、まあ、そこから導き出される、はい、モラの、まあ、集め方、無駄にしない方法みたいなね、はいはい、うん、を、答えていきたいなと思います。お願いします。はい、一番手っ取り早い、はい、一番手っ取り早いのは、はい、これですね、うん、天空気候、はい、の課金です。うん、これを解放する。なんだ、結局お金じゃないかっていう人いるかもしれないんですけど、うん、まあ、これから無料でできたり1回限定で大量のモラ稼げる方法を紹介するんですけど、はい、でもこれが一番やっぱり効率がいいというか、はいはい、簡単でパッと手に入る、うん、で今見えてるだけでも24万ってのもありますしね、はい、これもこれがレベル上がっていけばどん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 お金が増えていく。そう、ガチャに課金する2400円とか3000円ぐらいがあるなら、うん、こっちに入れた方がいい、先に、正直。とか、まあ、左でもいいですからね、1400円分。うん、うん、こっちでもいい。うん。うん、まず、一番、みんなが簡単に多分できるのは、このマップ上にある、うん。黄色いモヤモヤがあるんですけど、はい、うん、あ、これですね。はい。はい。地脈の花。なんていうのかな。うん。これなんていうのかわかんねえわ。うん。はい。これですね。確率、報酬が、モラです。で、これは樹脂を使います。樹脂というのは、ここですね、1日に使える量が決まっている、8分で1回復する、まあ、課金要素ですね、このゲームの。スタミナみたいなもんですかね。まあ、スタミナですね。はい、そうですね。ソシャゲでいうスタミナ。はい。で、まあ、ここ、あ、これもう本日僕、購入制限上限達してるので使えないんですけども。めちゃくちゃ言ってる。湧いたら行く、湧いたら行くで行くんですけど、まあそれをやる。はい、が多分次に効率のいいお金の集め方。そうですね。うん、ただこの、やっぱり樹脂を使うっていうのは、この、生物、はいはいはい、を集めたり、キャラクターの限界突破ですね。そうですね。をするアイテムを手に入れるためにも使ったりしますので、はい。その辺の兼ね合いが、結構バランス取らないと、厳しいと。そうですね。はい。こればっか言ってたらやっぱどうしても他のものに手回んなくなってます。僕はそっち派です。そうだよね。はい、はい。もう俺も、もうモラが回らなすぎて、うん、天空気候買ったので、うん。そうなんですよ。はい。なんですけども、まあ時間かければちゃんとね、花、金色のあの花をね、地脈をやってあげれば、はい。集まりますので、時間をかけて集めましょう。はい、うん。生物を売る。はい。ここですね、バッグの、あれどう？これだ。知らない方もいるんですけど。はい。これ、レベル3以下は売れます。はい。4が売れないんですよ。4からが売れないんで。4からが売れないです。例えばこの羽。はい。はい、ゴミ箱マーク。はい。押すと。ちょんと。ここで処理する。はい。はい、できるんですけど、これ処理するとやると。はい。はい、お金になります。1260モラ。はい。はい。これはもうでも苦肉の策、これは。正直。そうなんですよ。はい、生物は、生物を食べさせないとレベルが上がんないんですね。うん。うん。で、やっていけばわかるんですけど、うん。課金してない人は多分生物、強化していくと多分生物、切れます。僕です。はい。うん、なんで、なるべく正直売りたくない。はい、はい。うん。なるべく売りたくないと。うん。ので、本当にもう、もうきついですっていう人はもう売る。いや、でも売んない方がいいかな、正直。課金してないなら売んない方がいい。例えば、これ金策の動画ですから、うん、まあ、
そういう手もありますよという紹介でね。そう、紹介で、はい、まあ、お金の集め方としてね。はい、はい、一瞬なの。ここのリーリエ、はい、ですかね、の銀行に、うん、一応この中の銀行の奥に、ね、20万モラ入ってる宝箱はあります。はい、はい、これが限定1回だけ、ね、1回だけ、まあ、20万円手に入れれる、うん、はい、うん、ですね。まあやってない方はそこまで行ってみます、うん、行ってみます。はい、まあ、やってない人はやってほしいっていう感じかな、うん。まあ、あとはなんか、あの、宝物のイベントで宝物をあの、質屋に売るみたいな。ありますね。はい、イベントもあるんですけど、それでもお金はもらえたりします。はい。はい。なので、まあ、焦らずストーリーを進めましょうっていう感じですね。そうですね。はい。ここに宝箱あります。はい。20万が入ってる、20万もらが入ってる宝箱がここにあると。はい。はい。まあ、あとはもう、本当に雑魚敵倒すとかでも、まあ、お金はもらえるから。はい。まあ、強化したいのはわかるけども。はい。まあ、ゆっくり。ストーリー進めてもいいんじゃないのと。そうですね。はい。いう感じですね。まだ進められるものがある人は、うん、まだ花です。そうですね。うん。はい、もう何もなくなった人が、生物を売るという愚行に走るので、愚行に走りますよね。はい、はい。まあ、あとは、ここの、ジュエリーロープ、何ローポ。はい、はい、はい。ここで一応モラも交換できます。この、これ。何を使うんだ？岩の印かな？はい。はい。これ、あの、宝箱を開けてると手に入ってると思うんですけども。うん、うん、うん。これを、モラに交換することもできます。はい。まあ僕はもう全部使い切ってます。1円のモラ、数量限定のモラと、全部のアイテムを消費した後に買える、はい、2つ使ったモラが。はい。うん。ただあると、ここに手届くのはね、結構厳しい。そうですね。はい。僕ももう世界ランクもうちょっと5になるんですけど。うん。ここ、まだ取れてないっていうね。はい、はい、はい。なんで。で、これ、リーリエとモンド。そう、モンド。2つありますからね。はい、そうそうそう、はい。どっちもあるから、これは交換したい。はい、うん。と、ショップ。はい。ガチャをしてると、スターダスト、集まってると思います、はい、これ。はい。正直、これは最優先でお金だと思います。えね。はい。あ、まあ、ガチャと、ガチャの石もあるか。そうですね。はい。ガチャの石と、強化素材。うん、うん。キャラクターの経験値素材もあるんですけど、まあ、その辺と、はい、多分お金を交換するのが、多分、無課金の人はメインになると思います。もうお金かなぁ。はい。これ。課金 してれば、いっぱいもらえる、正直、これ。うん。ガチャ券をやって、やってれると、まあ、その1ヶ月更新だから、はい、まあ、ガチャのやつを取り終わって、他何って言ったら、まず金っていう順番だよね。うん、まあ、そうですね。うん。というわけで、集める、はい、方法は、ほぼこれだと思ってください。今言ったことになります。はい、うん、だから、まあ、無課金だったら、まあ本当に1日貯まる分のこの樹脂をうまーく地脈に使いましょう。はい。はい。これですね。うん。はい、あ、ちなみに世界ランクが上がるとどんどんお金の報酬も大きくなる。あ、ここですね。はい。そうですね。はい。だからよく、まあ計画的に。はい。もうちょっとで上がるな、我慢してから回そうとか。そうですね。した方がいいかな。うんうん。あ、あと。はい。無駄なモラを使わないっていうのが結構味噌になるかもしれないです、このゲーム。うん。うん。なんか元も子もないですけど、それが一番の金策ですよね。うん。うん。そのいろんなキャラクター、はい、持ってるキャラクターを全員少しずつ強化したり、はい。なんかこっちの武器強いんじゃねえか、こっちの武器強いんじゃねえかみたいなので、うん。いろんな武器を強化してみたり、はい。っていうのはなるべく避ける。はい。はい。武器を強化するのは、メインアタッカーの武器のみになります、うん、ほぼ。最初の方は。はい。その、4キャラ多分みんなスロットに入れて使ってると思うんですけども。はい。正直、進めていくだけなら、頭の1キャラ分の武器だけ強化してれば。そうですね。ほぼ進めると思うので。はい。そこも気をつける。あ
うん、やってる感じ、やっぱその自分の能力に見合った強化の仕方の方がいい、節約。例えば、まあそんなに武器とかキャラクター強化してないのに、あ、別に敵に困ってねえな、敵の強さそんな強くねえなってなるんだったら、全然強化しないで、世界ランク上げてから、なんつうな、こう、金策したりとか、まあお金節約して一気に使うとか。うん、の方がいいかもしれないね。そうですね。だから、うん、ギリギリでストーリー進めていきましょうって感じですよね。うん、強さを、うんうん。で、結構、その5、ランク5ぐらいまでは結構早い。まあ4からでもきついんだけど、はい、ランク、世界ランク5からがやっぱ、星5の生物出たりとか、うん、あとは単純にその、全然上がんなくなるから、本当に。多分30代でも上がんないけど、はい、それ以上に40から上がんなくなるから。はい、はい。まあ、そこまで節約して、そこで一気に強化するとかでもいいし、まあ、俺がそれだから。はい、はい、はい。そうですね。ニコラさんはもう、樹脂の課金をせずに、持ってる樹脂を、ほとんど地脈に使ってましたよね、お金の。そうだね。はい。うん、で、300万ぐらい貯めてましたよね。うん、300万いったね、うん。まあそういう風ななんかこう、プレイングが結構求められると。そうですね。はい。ってな感じで、はい、ボラの、金策方法、節約などなどをちょっと話してみました。はい、うん、注意点なんかもね。はい。やっぱり世界ランク5いってますから、ニコラスさんが。うん。うん。だいたい合ってます？喋ってたので、ニコラスさん。大丈夫ですか？合ってますよ。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、モラ集め頑張りましょう。いやもうほんと笑っちゃうよ。みんな頑張ろう。これはね、もうみんなきついから。そうですね、もうやってる人みんなきついから、うん、もう焦らずゆっくり遊びましょう、このゲームを。はい、はい、毎日ちゃんと地脈やってれば少しずつ溜まってきますので。そうですね、はい、でアップデートも11月11日です。はい、はい、遠いです、遠いです、あと1ヶ月あります。はい、ゆっくり遊びましょう。そうですね、はい、はい、というわけで、はい、今日の動画はこの辺になります。はい、はい、というわけでありがとう、また次回の動画でお会いしましょう。はーい、さよなら、さよなら。はい。